古霊山古墳は、大阪府南河地郡大使町大使にある古墳。形状は円墳。磯端古墳群を構成する古墳の一つ。大阪府指定史跡に指定されている。大阪府南東部二条山山六の磯端において、丘陵南斜面に山寄せで築造された古墳である。これまでに開墾等により、墳丘報道の多くが流出しているほか、年に、 発見当初の状況が記録されている。噴形は円形で直径約30メートル、高さ3メートルを測る。発見当時に不起し、埴輪は認められなかったという。主体部の埋葬施設は予告知識せっかくで、現在は天井石灯が地表に露出する。せっかく内面に漆喰の塗末が認められる点や漆塗り木管を置いた管台に、 白狭間の彫刻が認められる点で特色を示す。このせっかく内部からは、肝辺、肝坂なぐなどが検出されている。築造年代は、古墳時代終末期、飛鳥時代の7世紀伐用マイナス8、世紀初頭頃と推定される。被壮者は明らかでなく、高徳天皇のまみささぎとする説などが挙げられる。古墳域は1972年に、 大阪府指定史跡に指定されている。なお、本古墳の南西600メートルには旧竜谷古墳が立地する。予告知識せっかく内部主体部の埋葬施設は、予告知識せっかく。花崗岩の霧石計8個で構築され、加工面を内面として、前後上下を角1刻、左右両、壁を角2刻とする。せっかくの内棒は奥行き2.2メートル。 1> 幅1.4メートル、高さ1.7メートルを測る。せっかく内面には主に着色した漆喰のトマツが認められるほか、底石状上には、寒台が据えられる。寒台は、業界岩製で、せっかくの底面いっぱいに、長さ1.97メートル、幅1.29メートル、厚さ0.38メートルを測る。寒台の側面には左、右、前面に、角2個。 後面に一個の角狭間が彫刻される。寛大の角狭間彫刻の例は、英福寺北古墳でも知られており、関連性が指摘される。この寛大の上に、漆塗りの木管が置かれたとされる。せっかく内部では、遺物として黒漆塗り木管編、人骨、素焼き皿1点、琥珀製夏目玉編2点、丸玉編1点、鉄釘24、混同製 錠前をしかなぐ一点などが検出されたという。現在では出土品の一部は大阪府立地下津アスカ博物館に保管、展示されている。ありがとうございます。